伊沢平一12月12日隊は、日本の実業家、美食家、勝山企業代表取締役。国際アイスホッケー連盟及び日本、アイスホッケー連盟オールドタイマー最年長プレイヤー。醸造家で77銀行頭取を務めた、伊沢平勝の長男として、宮城県仙台市に生まれる。伊沢平馬は、祖父、伊沢平左門は祖祖父にあたる。 慶応義塾大学法学部政治学科を卒業後、カリフォルニア大学バークレー校大学院政治科にて、修士課程を修了した。慶大時代にアイスホッケーを始める。1959年に三和銀行に入校し、1962年から4年間ロンドン支店に勤務した。1966年に同校を辞して、家業の勝山企業の代表取締役に就任する。 1981年に宮城県酒造組合会長となり、1986年に宮城県は純米酒の県宣言を行う。これは伊沢の会長在任中のことである。1992年にフランスのガストロノミー団体であるラシェヌでロキスール協会東北支部を設立して支部長に就任。その後、2000年国際観光日本レストラン協会、 副会2018年度を顧問に就任するなど飲食業界団体にも関わりを持つ2001年に在仙台フランス共和国名誉領事に任命されたスポーツ分野では1973年に宮城県スケート連盟会長に就任1978年にアイスホッケーやフィギュアスケートの振興を目的に勝山スケーティングクラブを創設し 2001年には宮城県アイスホッケー連盟の名誉会長となる。また、1974年から日本ボーリング場協会の理事も務めた。アイスホッケープレイヤーとしては、60歳から83歳で引退するまでのオールドタイマー時代に公式戦、通算540試合に出場し、1109ゴール、463アシスト、 合計1572ポイントを達成。日本アイスホッケー連盟公式戦において日本最年長アイスホッケープレイヤーとして記録されており、その功績を称え、日本アイスホッケー連盟からは2回の功労賞を呼び、国際アイスホッケー連盟からも国際アイスホッケー最年長プレイヤーとして功労賞を受賞している。ありがとうございます。